市公設生活地方卸売市場の平成28年発設式を開催いたします。開催に先立ちまして、本市開設者であります小樽市を代表いたしまして、小樽市長森秀明からご来場の皆様に新年のご挨拶を申し上げます。の紹介を行うなど、産地市場の活性化に取り組んでまいりたいと考えておりますので、関係者の皆様にはより一層のご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。本日は早朝よりお寒い中ご出席いただきましたご来賓の皆様をはじめ、市場関係者の皆様のご健勝ご活躍、そして今年1年が皆様にとりまして素晴らしい1年となりますことを心からご祈念を申し上げまして、新年の挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。収穫分化機能を強化し、生産者、出荷者から販売の信頼を確保し、そして消費者には安全安心が求める小樽市民、そして市別管内の生活地流通の要の事業として邁進していく所存でございます。つきましては、我々市並びに小樽市、業界団体、関係者の皆様方の特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。本年は猿年でございます。皆様の要望に迅速に対応しまして、勇猛果敢八面六臂の働きをしてまいりたいと思いますので、皆様ご支援のほどご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それでは本日のお集まりの皆様方のご健勝とご多幸ご発展、そして商売繁盛を記念しまして3本で締めたいと思います。よろしくご賞を願います。お手合い着いよー。¡Gracias!